お前が先手だ。よろしくお願いします。対局開始。それではお相手の方、一級の方ですね。鬼殺し、鬼殺しやっていきましょう。で、角道止められちゃいましたんで、ちょっと跳ねづらいところではありますが、一旦ここ開けて角を飛べば、角を5号まで持ってくればこれは受けれないですね。これで、馬作れることは確定したんですが、お相手の方もそうですね、同じように、そうですね、馬作れますし、ちょっとこっちの馬は閉じ込められて、強打ちで死んじゃうっていうことなんで、ちょっと急がないといけないんですが、飛車なりも受けないといけない、ちょっと忙しいですね。で、これは、馬は作れたんですが、結局ここで馬が取られちゃいました。ただそうですね、いやでもやっぱり厳しいですね。こっち金と銀が4筋で、金と銀の壁になっちゃってますし、飛車が全く働いてないっていうので、まずはここをどうにかしないといけないですね。で、香車を走っといて、なんとかこの左辺はもう玉が逃げれないように2分して、あとはなんとか飛車を伸ばせればっていうところなんですが、いやこれちょっとミスっちゃいましたね。金取られちゃいました。ただやんってやつですね。ここ弾いときましょう。これでまずは、守りっていう意味ではこれで大丈夫かなと思います。ただお相手の方、と金とか作られてこられるとかなり嫌ですね。78歩とかされてくると徐々に剥がされちゃいそうなんで嫌ですが、お相手の方もちょっと悩まれてますね。結構長考ですね。さてどうしましょう。これは飛車を使ってこようってことでしょうか。これあんまり厳しい手ではないですね。で、今歩取ったんですかね。この何手かの間、お相手の方がちょっと攻めを緩めてる間に、なんとか攻めていきたいですね。1分30秒。これは、せっかくのチャンスなんで、竜作っておきましょう。で、いいですね。もし銀、金とかですかね、6、8、金とかがちょっと嫌ですけど、ただこっちも3、1、これ直接、これも王手できるんでやっていきましょう。で、ちょっとチャンスですか、積んでますかね。はい。で、これは積ましに行ってみましょう。で、玉逃げて3、2、竜。で、合駒で金をどっちかに打てば、1分出ます。
お前には物足りん相手じゃったかの。ありがとうございました。お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、一級の方ですね。早速やってみましょう。鬼殺しを。お相手の方は6二金型ですね。これは不用意に気を取ると早いしだやられちゃうんで、完全に対応されてしまうんで、ちょっとこちらも囲っていきましょう。でちょっと飛車先の歩ついてこられるともう勝負にならないん でこちらもちょっと早いですけどいきましょう。でこの桂が完全に狙われますよね。おこれは今64歩とついてこられるとかなり困ったんですが、もうちょっとこれはまあこれで桂交換はできますね。で駒が足りてるんで2分30秒さあ途中かなりピンチな局面はあったんですが、なんとか鬼殺しとしては成功しました。今もしかしたらあれですね、飛車から先になったら王手飛車になってたんで、ちょっと鳴る順番間違えちゃったかもしれないです。王手飛車になればと7一銀とかで飛車も抜けたんで、いやーこれちょっと痛恨のミスですね。しかもちょっと守られて攻め手がないですね。どうしましょう。あのここに嫌味をつけていきましょうか。逃げれば銀打ち込めます。あこれ取りましたね。これはもっといい形になりましたね。歩を叩けるんで、いやちょっと厳しかったんですけど、これでかなり優勢になったんじゃないでしょうか。これはまあ逃げるよりもちょっとさらに詰め寄ってみましょうか。8四よりも6三の方が強気でいいですよね。ここはこの拠点は残しつつ、角が逃げたんでここに金を打てますね。1分30秒。でさあほぼほぼ守備が崩壊に近くなってきたんですが、あとはどう詰めるかですね。これ強者打って次の5三強打ちとかも結構厳しいんじゃないでしょうか。まあちょっとこの底歩は嫌ですね。ちょっと手はいろいろあるんで悩むんですが、まあシンプルに1分取って、でこれも取って、もうほぼ守り駒が歩しかなくなりましたね。これはもうあとはどう詰めるかなんですが、ここに押さえておけば鬼殺しとなりました。ありがとうございました。